やっぱりワークライフバランスがいいというところで、まあ、フレックスの制度もありますし、限られたモニターの方に関しては在宅勤務が認められているということで、まあ、娘が風邪ひいたりした時とかは在宅で業務したこともありますし、まあ、迎えに行かないといけない時に関してはフレックスで早く帰って迎えに行ったりするということが、まあ、できるので、フレックスな会社だなっていうのはあります。自分が一番思うのはコミュニケーションができて周りに目を配れる人かなと思ってます。モニターとしていろんな施設に行ってていろんなことが起こる、それに関してやはりリーダーである方とか、上司でラインマネージャーとかにももちろん報告しないといけないという部分ではコミュニケーションというのも必要だと思いますし、チーム内でいろんなあったイベントのことをシェアすることによってチーム内でもリスクマネジメントをできると思うので、そういう部分ではやっぱりコミュニケーションが取れる方がいいなというふうに思います。自分はやっぱり英語ができるということで、まあ、英語ができるということはそのキャリアパスも広がっているのかなと思うんですけれども、キャリアパスの相談とかラインマネージャーにしたりはしたんですけど、そうやったらラインマネージャーはすぐにその来たい部署の方とコンタクト取ってもらって実際に面接までにも行ってますし、それ2回ぐらいやってるんですけど、結構タイミングが早く、まあ、ラインマネージャーによるかもしれないですけども、すごい行動が早かったなっていう部分もあるので、そういう意味ではすごいオープンな会社かなっていうのはすごい自分は思いますけどね。プロジェクトも好きに、多分これやりたいって言ったらそこに移動させてもらえるような努力をしてもらえるので、多分常に聞いてもらえるので、実際に次何がしたいっていう風な感じで、リンクもあるので、もちろん外勤ラインマネージャー外勤の場合とかは別にリンクでもいいと思いますし、ラインマネージャーの上であればオープンオフィスとかもあるので、そこで時間さえ取れれば自分の声は上げれるので、